やはり鍵がかかっておるな。やむを得ない。あそこを使うか。あそこ？この町の地下には下水道があってな、雨水や汚水はそこを通って町の外に排出されている。もちろん魔導研究所の排水もその下水道へと流れるようになっているわけだ。え、下水道？もしかして？ああ、魔導研究所にはこの下水道の点検口があってな、師匠の目を盗んでは下水道を使ってロディと共に町へと繰り出したものだ。そんなのすべてエマ様にバレていましたよ。なんだって？気づいてなかったのですか？ああ、全く。知っていながら何も言ってこなかったのか。やはり師匠には勝てぬな。それはいいんだけど、下水道でしょ？臭ない？臭くない？匂うに決まっておろうが、下水道を何だと思っているのだ。そうよね。でもそれしかないのよね。ない。はあ、仕方ないか。グローリアは大丈夫？大丈夫とは？だって下水道よ。何か問題でも？ないです。すまないな、アデル。謝らなくてもいいわよ。別にあなたのせいじゃないんだし。はあ、まさか下水道に入ることになるなんて。ここもすっかり様変わりしておるな。森の中のようではないか。それにこの水の色は何だ。まるで絵の具じゃないか。毒というわけじゃなさそうだな。人も住んでいるみたいだし。おや、こんなところに。何か得ようかな。ご老人はここに住んでいるのですか？町の様子は見たじゃろう。住んでいた家が木に押しつぶされての。それでここに移り住んでいるわけか。それにしては子供が多いな。どうしてだ？両親も家もなくした子供たちじゃよ。ここに住む連中で面倒を見てるんじゃ。両親をなくした？この町がこんな状態になってから行方不明になった者がおっての。みんなその子供たちじゃよ。行方不明？リリーは何か知っているか？その方の言う通り、町の人が行方不明になる事件が多発しているのは確かよ。でも不思議なことに、行方不明になっているのは学者だけなの。学者だけだと？一体この町で何が起こっているというのだ。
ここの水も青い色をしている。研究所から流れているのか。一体これは何だ。そんなことよりこんなところさっさと抜けちゃいましょう。おい、一人で行くと危ない。この下水道には研究所から逃げ出した魔物も住み着いていてね。若い頃には師匠に命じられてよく退治をしたものだ。まその時に外に出る道を発見したのだよ。懐かしんでる場合じゃないでしょうが。あんな気持ち悪い魔物までいるなんて、もう最悪だわ。ん？どうしました？いや、この先に子供のような人影が見えたんだが。さっきの場所に住んでいる子供じゃないのか。途中であったら危険だから戻れと言えば問題あるまい。そうだな。アモナ、アモナ、あと少し、あと少しで完成だ。そうすればもっとお前といてやれる。あなた、もうやめてください。そんなことをしてもあの子は戻ってきません。アモナは死んだんです。何を言うんだリリー。あの子は戻ってくる、戻ってくるんだ。もっと青くだ。半言の魔法に必要なのは、もっと鮮やかな青だ。半言の魔法だと？ロディ、お前、まさか。そうだとも。青く、もっと青く生成すれば、私の娘は、アモナは蘇る。そうよ。難しいよ、お父さん。今の声は、今の声はアモナだわ。リリーさんの時と同じか。もっと綺麗なお空のような青色ができたら、また一緒にいられるのよ。おお、アモナ、アモナ、あの絵からだ。お父さん、私、お父さんと会いたい。ああ、わかったよ。こいつらを倒したらすぐに研究に戻ろう。
ぜ邪魔をする。私はアモナを蘇らせたいだけなのだ。アモナ、アモナ、アモナ、待っていておくれ。すぐにこいつらを片付けるからね。行くわよ。アモナ、力が
くれ。話を聞いてくれ、ロニーさん。なるほどなるほど。私は一体エルビス。どうしてお前がここに。あなた、正気に戻ったのですね。リリー、よかった、本当によかった。ありがとう皆さん。エルビスも。お前もリリーも我が輩の親友だからな、当然のことをしただけだ。すまん、かなり迷惑をかけたようだな。気にするな気にするな。それよりもロディ、一体何があったんだ。それが私にもよくわからんのだ。自分が何をしたのかはかすかに覚えている。だがなぜそのようなことをしたのかは全くわからん。何かの宝石のようなものを塔に安置したことも覚えている。町が樹木に覆われたことも分かっている。そして娘を蘇らせるためと信じ込み、この青い絵の具を作っていたことも。今度は青い絵の具か。だが今の今までそれをおかしいとすら思っていなかったのだよ。いつからそうなったのか覚えてないのか。何かきっかけくらいはあるだろう。はあ、あの絵か。え？さっきのあの絵か。ああ、アモナが亡くなった後アスタリスクと共にもらったものだ。だが誰からもらったのだ。ああダメだ、思い出せない。私の時と同じ。うん、ロディもリリーも絵に操られていたようだな。じゃあガラハードも同じだろうな。ロディさん、先ほど何かの宝石と言っていましたが、それはこれと似たものではないですか。ええ、色は違いますが確かにこれと同じ形です。この宝石は一体。はい、実は。そうでしたか。わかりました。私たちも手伝いましょう。おお、それは心強い。土のクリスタルをグローリア王女にお返しするのは当然であるし、国の惨状を解決するのは代表として当然の責務だ。それに、ガラハードも助けたい。そして何よりだ。リリーをこんな目に遭わせた奴に仕返し。あ、いや、捕らえねば気が済まん。あなた。相変わらず仲がいいことだ。あ、いや。二人とも暗示が解けちゃったみたいね。正直、もうちょっと役に立ってほしかったな。まあいいわ。絵の具の量も十分。私の傑作も、もう少しで出来上がるし。
でもね、邪魔されっぱなしというのも尺よね。我ながらいい感じ。さあ、最後の仕上げにかからなくっちゃ。